いつもロペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2006年モデルのポルシェエンをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離1万7000キロと非常に低走行なお車です。フロントのバンパー樹脂の部分ですね、下すりが見られます。あとは助手席側のミラーの部分ですね、こちらも本当に小さな傷が少しだけ見受けられます。それ以外大きな傷はございません。 こちらのお車外装色がバサルトブラックメタリックインテリアがグレーレザーの組み合わせとなっておりますいわゆる初期ロットの開園ではありますが走行距離も少ないですしオプションも豊富に装備されているお車ですまずはヘッドライトですね既成能のンヘッドライトが付けられておりますので夜間走行時安心していただけるかと思いますまたこちらのお車はサンルーフも装備されておりますので快適なドライブをお楽しみいただけますアルミホイルは純正オプションの19インチのアルミホイルが装着されており 傷もなく大変綺麗な状態となっておりますエンジンスペックの方は3.2リッター V6 の NA のエンジンです馬力は250馬力を誇りますのでパワフルな走りをお楽しみいただけますまたカイは 4WD ですのでポルシェの安定感をより一層お楽しみいただけますでは続きましてリアの方をご紹介させていただきますリアの方は開イらしい非常に迫力のあるデザインとなっておりますまたトランクのスペースですがこの955型のカイエンはこちらも 開閉がが可可能能ににななっってておおおりりりまますす荷物取り出しもちろんトランクスペース広々しておりますし後部座席倒してお荷物も積んでいただくことが可能ですでは続きましてインテリアをご紹介させていただきますインテリアはグレーレザーですねシートの方も傷汚れとなく大変綺麗な状態ですでエンジンの方うかけていきます、はい、エンジン始動も全く問題なしですね ステアリングですね。ステアリングの方も使用感なく大変綺麗な状態です。ティプトロニックとなりますので、こちらの方で変速が可能になっております。オプションでフロント両席シートヒーター装備されておりますので、こちらも快適にドライブを楽しみいただけるアイテムの一つかと思います。ナビゲーションはカロテレア製のハードディスクのナビゲーションですね。テレビの方はご視聴はできませんが、ミュージックプレイヤー等はしっかりとお使いいただけます。また、バックギア入れていただきますと、こちらもしっかりとバックカメラが映ります。 シフトの方は5速のティプトロニックですね。つながりも非常にスムーズですので、重たい車重ではありますが、パワフルな走りをお楽しみいただけます。では続きまして、後部座席をご紹介させていただきます。後部座席、さすが海援ですね。広々しております。使用感なく大変綺麗な状態です。特に気になる匂いともせず、インテリアも大変良好なお車となっております。では今回は2006年モデルのポルシェ海援をご紹介させていただきました。2006年モデルではありますが、 走行距離も 17,000km とまだまだこれからお乗りいただけるお車となっております快適オプションも非常に多く装備されておりますのでご家族でのご旅行に大活躍の一台となっておりますお値段の方も非常にお手頃な価格となっておりますのでぜひともご検討くださいよろしくお願いいたします